大石駅は兵庫県神戸市名田区先日一丁目にある阪神電気鉄道本線の駅。駅番号は HS28。直通特急が運行される以前、山陽電気鉄道からの乗り入れ列車は当駅で折り返していた。現行ダイヤでも山陽車の神戸三宮駅始発、終着列車は神戸三宮駅で折り返しができないため当たり駅まで改装される。 駅の真下を川が流れており、向川駅、高路園駅、芦屋駅と同様に、川の上にある駅の一つとなっている。1967年に高架化されるまでは、現在の位置より100メートルほど南側に駅があった。跡地は公園になっている。改札ホーム対比設備を有する、島式ホーム2面4線の高架駅。大阪梅田寄りで津賀川をまたいでいる。 改札口は1箇所のみで1階にあり、ホームは2階にある。2014年3月、阪神電鉄で初めてホーム屋根に太陽電池が設置され、駅で消費する電力の3割をまかなう見込み。ホーム有効長は19メートル級の阪神、採用車6両編成に対応するが、21メートル級の近鉄車6両編成には対応していない。一番線が上り対比線。 二番線が上り主本線、三番線が下り主本線、四番線が下り対比線であるが、現行ダイヤでは当駅で対比する定期営業列車は、早朝を除き設定されておらず、対比線は原則として、採用車の折り返しや、回送列車の対比に使われている。梅田川、神戸三宮川とも片当たり線が設置されており、一から四番線とも両方向の発車に対応している。 ただしダイヤ混乱時には当駅での対比が実施されることがある。上下とも普通電車が毎時6本発着する。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。ありがとうございます。